右のワイドに豪華ボランチ工藤葵と長澤、左にオナイウ、そして前線2トップ縦関係で鎌田と中山という布陣になりました。中盤3枚、小玉、長木、杉本、そして前線には J2 通算50試合目の出場となります坪井、そして柿谷が今日スタメンに入りました。左に中野という布陣になっています。クリアが中途半端になりました。仙台ボールです。オナイウ、ジョージ、拾ったボール、シュート、ポスト、鎌田思い切って右足を振ってきました。今日はトップ下の位置での起用となりました鎌田。すごくシンプルなことの積み重ねが勝ち点につながるというふうに話しています。さあまた中野がボールを持ち出す、裏、柿谷抜ける、ボックス内、シュートか、いや、あとわずかになりました。カウンター一戦、中野と柿谷、お、これがミスパス、拾って中山、中山かわして、さあ拾った豪華のシュートは、いや、キーパー正面、富島としては肝を冷やすシーンになりました。ここはフェイク、一度下げて工藤、ダイレクトの中、姿のヘッドに、中山待つ、こぼれ、シュート、ナイスキーパー、まだ押し込めない、混戦、シュートに行く、体を張る、身を挺して防ぎました。波状、仙台のシュート、体を張った徳島、さあ中央出た、林が出ます、早めに前に蹴る、おお、面白い、これが通ればチャンスになる。鎌田行く、後ろから中山、押し上げる仙台、一気に4人、さあかわして鎌田、シュートまでいけるか、ターンしてシュート、ここは体を張りました。必死の守り、徳島、このパスも素晴らしかったですね。あとは、まあ、中山選手もそうですけど、この後の豪華選手の飛び出しであったりとか、まあ、徳島も必死で戻ったところがやっぱりね、こう足んなかった部分というところで、ヘディングは中山、フリーの形で打ちましたが、キーパースアレスが抑えました。でもあのワンプレーからですね、まあ、流れは変わったような感じを受けますね、はい、外しながら児玉のクロス、遠くに流れて橋本追いついた。さあ橋本、左足で中送り込んで柿谷、なんとかクリアしました姿、もう一度シュートはクリア、すごいな、決定機徳島、あ、面白い、さあ裏抜け、勝負に行く高田、収めた高田、いや、空いてる、高田シュート、ブロックして中山、さあ変わった相良、勝負して左足シュート、いやー、ナイスキーパースアレス、ここも止めました。カバーに入ったのは姿、さあ中央、杉本、杉本スルスル、柿谷、もう一度杉本、さあ細かいところ、中央こじ開けるか、シュートにいった、中野得意の左足、重心後ろ、球が浮きました、いや決定的でしたね。もう一度 FC に取られない、そして杉本スルーしてエウシーニョ、エウシーニョシュート、ブロックした、エウシーニョ抜けてきました、すごいな、決定機の応酬です。徳島は前半とこは全くね別のチームになりましたね、はい、ロングスロー入れる、姿のヘディング、落ちてシュート、松井のシュート、
まあ、これもやっぱりボランチの能力の一つですけども、落ちてくるボールの予測ですよね。いいところにいましたし、今シーズンゼロでゲームを終えた試合はありません。あ、もたない。さあキーパー出ました。ここで試合終了のホイッスル。得点動かず0対0スコアレスドローという結果になりました。勝ち点1を分け合うという今日のゲームになりました。